さあ本日は8月の19日木曜日です午後の7時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日の京都はね比較的気温が落ち着いていましてまあここ1週間ぐらい雨がずっと続いています 今日も午前中、かなりり、ね、雨がが強い時間帯がありました。今日はね、ちょっと見てもらったら分かりますか、散髪に行ってきました、まあ、そんな大層、発表するようなことでもないんですけれども、今日は朝、ちょっとね、散髪に行ってきまして、そしたら、ちょうど髪を切っている頃に、外を見ると雨がずーっと降ってきましてね、いや、これ、散髪が終わって、このオフィスに来るときに、 かなりずぶ濡れになるなと思いながら覚悟して、まあ、その散髪を終えるのを待ったんでそしたらもうまたピタッと止んでまして帰ってくるときは、ね、そんなに濡れなかったんですよ。でまたオフィスにいるとざーっと降る時間帯があったりということで本当に、ね、目まぐるしく曇ったり雨が降ったり曇ったり雨が降ったりを、ね、繰り返してまして、まあ、この1週間以上ずっとです、ね、雨が続いておりまして。 なかなか青空を見ていませんけれどももう同じような今日もですねそんなお天気が繰り返し続いてきましたただねその分皆さんもどうですか全国的に涼やかな気温が落ち着いた日が多いんじゃないでしょうか今日もね京都はおそらく最高気温が29度ぐらいという予報でした予報よりもちょっと低かったんじゃないでしょうかね思ったよりも雨が降って気温を こう下げてくれたのと、まあ、太陽がほとんど出ておりませんので全く、ね、こう30度超えていないと思うんですよ、大変、ね、涼やかな一日で,で今、この夕方になりますとまた気温がぐっと、ね、下がってきていますのでおそらく今、24度、25度ぐらいじゃないかと思うんですよ、本当に、ね、涼やかな京都です。 まあ、まさかね8月の下旬にこんな涼やかな日が来るとはね思いませんでしたけれども、まあ、しかしまた来週あたりからお天気が回復しますと30度を超える日が予報されていますので、まあ、まだまだちょっと残暑が厳しい夏が続きますけれどもこうやってね一瞬、気温が下がってまた上がるとこれ。 気温差でまたね体調管理が難しくなると思いますのでぜひ皆さんね体調管理に気をつけながら日々ねお過ごしをいただきたいと思いますということで今日のこの髪型はいやだいたい私ね40日に1回美容室まあ散髪に行くんでねこれはもう美容師さんしかできない髪型なんですよこれね今日実は髪の流し方が僕逆になってましてね私いつもこういう感じで ワックスをつけるんですが、美容師さんはね必ずこう逆なんですよ。だからこの髪型は40日に1回だけです。かなり今日レアですから、皆さん別に目に焼き付けてくださいというわけではないですけど、まあね40日に1回だけね、えー、そんなね髪型が見られるのかなと思います。さあそしてね皆さん今日お昼の12時に何があったか知ってますか？なんとこれまだ早いですね。今日は京都検定 3級の合格発表の日でしたさあ皆さん受験をされて今日合格を勝ち取った方おめでとうございます多分ねたくさんいらっしゃると思います例年の京都検定では12月に1回だけの試験なんですが今年は2回7月の第2日曜日にも試験がありまして3級の方だけ7月に受験ができました この産休受験の合格発表が今日8月の19日の正午、お昼ということでもう早速、皆さん受験された方はインターネットで京都商工会議所の京都検定合格発表のページからああ自分の番号があるかなとか皆さんこう探した方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。合格されまました方おめでととうございますこの、ね、ライブ配信とか 今日この後ね19時半からは楽旅大学校オンライン講座で今日も私がさまざまな年中行事ご紹介させていただきますけれども、まあ、これじっくりと聞いていただくと3級はなんとか合格できるんじゃないかなと思うんですねしかしねこのあと12月に再び試験があります今度は二級級 そして一級と。いよいよ本試験が十二月の十二日。毎年十二月の第二。日曜日に本試験が開かれています。その試験がいよいよやってきます。一級受験の方、二級受験の方、三級受験の方。皆さんがいよいよね、これから。エンジンに火を入れて、ざーっとこう合格へ向けて。走り切るわけですよ。で今日特に三級合格した人は。 ここの勢いで、れ1回ね、エンジンの火を切るとまたエンジンかけるのが大変なんですよ。なのでせっかくこれ、7月に受験して今日合格を勝ち取った人はこのまま2級合格へと一気に走りきっていただくといいと思うんですただ、ね、これ2級その上には1級があります。これはね、結構難しい。ななので、でそうなんです。 じゃん目指せ京都検定対策講座ということでえ私たちらくたでは毎年京都検定の合格を目指して講座を開いていますで。昨年からはオンラインで京都検定合格への道ということで対策講座をしておりまして今年も9月の14日火曜日から全6回です。全6回 2週間ごとに火曜日夜の19時半からオンラインで講座をしますのでこの中でお寺神社から京料理伝統工芸伝統文化などさまざまなジャンルにまたがって皆様の合格を勝ち取るためのオンライン講座をしますのでぜひ特に今日3級合格したという人はですね、こちらの講座そのままご受講いただけましたらもう2級合格も。 間違いいななししでではないでしょうか2級合格と1級にチャレンジする方ここはねやっぱり広範囲な知識が問われるのと筆記書かないといけませんからねこの辺りの対策も今年は充実をして対策講座を開催したいと思いますので、えー、森さんの応援リーダーと私合格請負い人が2人で毎週じゃない2週間に1回ね火曜日全6回 オンライン講座をやりますのでね、ぜひぜひご参加をねいただけたらと思います。またこの後 YouTube、Instagram にアップするときにリンク貼りますから、そこからポチッとね入っていただいたらと思います。今日はねこの向こう側に今楽旅にインターンシップで来ていただいているね学生がね今見てるんですよ。普段ねこのオンライン講座って誰が見ることもなくねたった一人でこのカメラの前でやってますからね。 普段講座というのは多くの皆さんの前で話してますから全然緊張しないんですがなんか今日逆にいつも見られていないこのライブ配信が見られてますからこれなんか逆に緊張するような感じがしますね。ふ、まあ、普段でも多くの人の前で講演はねさせていただいてますけどもまた今日はちょっと違う緊張感があるような気がします。はい、ということで。 さあそれではですね今日ちょっと旅へということで今日はもうこの後オンライン講座がありますからぎゅっとね凝縮版でお届けをしたいと思います今日ちょっと旅へ本日もどこかの寺どこかの神社へと遠くで旅をしたいと思いますさあ本日はどこへの遠くになるでしょうか本来であれば皆さんと直接お会いをして講座ツアーで直接京都の魅力をお届けしたいところなんですけれども コロナの影響もあって、昨年の4月の15日からはこういうオンラインを使っても皆様に京都の魅力をお届けしています。さあ恒例となりますが、この箱の中に様々なお寺神社の名前が書いた今日の旅くじが入っています。もう残り4つかな。4つですね。私も何がまだ残っているかは知りません。この 旅くじの中から一つトークテーマを選んでその場でそのお寺神社に旅をしてみたいと思いますもう私にとっては一番の緊張の瞬間です本当にこれね何が出るか分かりませんからその場で見てその場で皆様に魅力をお届けしたいと思いますそれでは行きます本日のくじ取り式です行きますよ4つなんでねあんまこう混ぜてる感覚がありませんけれども行きます それでは、こちらの旅くじを本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、このくじの中身を改めます。くじ改めです。まずは、私が確認をしまして、どんな内容か皆様に1つ、2つ、3つとヒントを出していきたいと思います。皆様そのヒントを聞きながら、 あそこのお寺かないやあそこの神社じゃないかななどぜひ考えながら聞いていただきたいと思いますわかったという方はですねぜひコメント欄に何とか寺なんとか神社と書き込んでさあどれぐらい京都をよく知っているか腕試しをしていただきたいと思います今日はインターンシップ制にもチャレンジできますでしょうかそれではいきます くじ改めです。さあ、いきますよ。お、最近逆さまがないですね。はい。お。わかりました。比較的。有名なお寺です。比較的です。 でも、修学旅行でも行く可能性十分あります。今日のトークテーマは。ジャンルで言うと、お寺です。お寺です。どんなお寺かというと。もしかしたら、中学校。高校の歴史の教科書に。 乗っている可能性があります。で、なぜ乗っているかというと、このお寺が有名というよりも。お寺の中にある。お庭が有名です。室町時代を代表する水を使わない。あの白い砂と石だけで作られたような。枯山水のお庭があることで知られておりまして。よくね、修学旅行でも。行くことがあります。で、このお寺は。ある。 大きなお寺の中にある小さなお寺でこういうお寺をねタッチューと言います大きなお寺の中に小さなお寺がたくさんあってそのタッチューの一つです大きな方のお寺も皆さんよくご存知でこのお寺はねお茶にゆかりがあってお茶の顔をしたお寺で茶面茶面と呼ばれるお寺でもありますそのお寺の中にある 枯山水の庭が大変有名なお寺でちょっと前の時代ですとねここの和尚さん尾関宗園さんがね大変有名でした確かね午後の2時から開かれていたねテレビのワイドショーにこう人生相談でよく出ておられたご住職なのでそのご住職様目当てにこのお寺行かれてるそんな方も多かったと思います 分かりましたかそうです京都洛北随一の禅能寺千利休などお茶にもゆかりの大徳寺の中にある達中のお寺です今日のトークテーマはこちら大仙院と言います大仙院さあどうでしょう皆さん若い頃若い頃と言ってもねあれですけど修学旅行で行ったことあるという方もいらっしゃると思います 近年の修学旅行ではちょっと少なくなっていますけども20年、30年前の修学旅行ではもうねこの大仙院といえば室町時代を代表する枯山水のお庭がありましてそのお庭を目当てに多くの修学旅行生が観光バスで訪ねるというお寺でした。まずとはこの大大徳寺寺いう大きな全能寺 宝明朝が開きました時の第96代後醍醐天皇からも我が国に並び立つものがない禅寺であるという意味の本朝無双の禅園という言葉を、ね、賜った大きな禅のお寺大徳寺この中に高東院瑞宝院などたくさんの達中がある中でこの大聖院といえばこれね通年観光で訪れることができるお寺なんです。 意外とね大徳寺の達中は、普段はね非公開のお寺も多くて、中に入ることができないところも多いんです。その中でも一年通じて拝観ができるお寺で、その枯山水の庭が大変有名なんです。法上という建物、お寺にとっては一番中心の仏を祀るお堂があって、 その北条の北東にあるお庭が枯山水の代表事例として縦に大きな石が連なって皆さんも見たことないですか掛け軸なんかで中国の深い山々に岩がそびえるようなところがあってそこから滝が流れ落ち村の横の小さな川を流れ下っていくそういう深い山々の 新山有国の風景を模したそういうい絵が特に掛け軸なんかにあったりしますその絵がさながら立体的に現れたかのように石砂樹木などで深き山々をあらしその山々を仏の世界に見立てそこから一筋の滝が流れ落ち少しずつ川が大きくなりながらも 南の大きな海大海へと流れ注いでいくそこには船の形をした船石があったり亀の甲羅を意味するような亀石があったりと非常に趣に富んだ素晴らしいお庭が残っているんですこれがちょうどね中学生高校生あたりの室町時代三大将軍足利義満とか金閣寺を作っています八大将軍足利義政が銀閣寺を作っています この辺り北山文化、ね、東山文化と言いましたけれどもあの辺りの室町時代にに禅座禅座が大変盛んになりますその禅の思想を盛り込んだ非常にこう抽象的な水を使わずに石と砂で山や川の流れを表して仏様の世界を表していくというそんな世界観がこの枯山水庭園の中に ぎゅっとね今日凝縮になっていますからその素晴らしいお庭をねぜひまたしばらく行ってないという方もいらっしゃいませんか私たち楽旅でもね意外と京都散歩などであんまり行ってないですねお坊様のねご法話も大変面白いですからこれ修学旅行に受ける一つなんですよこう団体で行ってお坊さんのお話がね生徒の皆さんの心をつかむようなね大変面白いお話をしてるんですね。 ぜひね、この今日のトークテーマ、大徳寺の達虫、大繊維、ぜひね、こちら、しばらく行ってないなという方は、ですねまた訪ねていただきまして、我が国の詳しく言いますとね、枯山水庭園の中では後期、歴史の中では後ろの方に現れたので、後期枯山水庭園というんですけれども、その後期枯山水庭園の代表作、大徳寺。 大声音ぜひねまたご参拝いただきたいと思いますということでそろそろいい時間になりました本日のトークはここまでとなりますさあそれではこの後約10分後に楽旅会員の皆様お待たせしました楽旅大学校オンライン講座一般教養講座で今日第3週目の木曜日は 私がさまざまな京都の小読み年中行事を紹介する講座をこの後開催します。急いでちょっとお手洗いってお茶を用意して、この後一時間京都の魅力をたっぷりお届けしますので、ぜひ準備を整えてこの後 Zoom の方で再びお会いしたいと思います。そしてこのライブ配信明日はですね、ちょっと明日私ね朝なんと四時起きでさしたで五時に集合して。 6時からお寺の収録ががあるるんですよお客様が入る前にお寺に行って収録をしますので明日はは、ね、朝から1箇所行って午前中2箇所目収録をして、ね、午後3箇所目収録あじゃ3か所収録に行きましてまたどんな番組かは後日ご紹介したいと思いますのでまたお楽しみをいただきたいと思います。ですかかららもう明日は、ね、朝から で夜はね NHK 文化センターの魔界講座オンラインがあるので明日のライブ配信ちょっと珍しいですがそれが全部終わった夜の9時から21時からお届けしたいと思いますので明日は魔界講座をした後ですからちょっとね、おどろおどろしい雰囲気になっているかもしれませんけども夜の9時からライブ配信でお会いしたいと思います。それでは本日もご視聴皆様 ありがとうございました。明日は夜の9時から9時からお会いしたいと思います。それではポチッと消したいと思います。